どうもお世話になっております。月こもりの感想会5回目になります。人気投票企画の発表の続きですね。今回もやっていこうと思うんですけど、前回は、9位のね発表まで済みましたので、その続きからです。8位ね。8位は121票。まあだいぶ多くなってきましたよね。8位はこちらの安明さんの3話ね。この勢いだと安明さんの話全部入んじゃねっていうぐらい多いですけどね。現時点で4シナリオねランキング入りさせてきてますからね。これは敏腕プロデューサーだなぁというね感じがありますけど、まあこの石の話はね、俺も入るだろうなってあまりにも衝撃的だったんで、それなりに上位には来るんだろうなとは思ってましたけどね。またちょっとねいただいたメッセージを読んでいきますと、唐突に始まる石バトル、どのような戦いが繰り広げられたのかは一切語られず、ただただ安明さんの石が勝ち抜いていく謎の疾走感が好きなシナリオでした。稲葉さんのテンションが爆上がりしたところも含め笑わせていただきました。怖い話とは言い難いストーリーですが一票投じさせていただきますと。特にあの序盤の疾走感ですよねなんかね、今までもいろんなねノベルゲームやってきてますけど、動画で言ってもね300本や400本じゃ聞かないくらいね実況動画作ってきてますけど、これまでね一度も味わったことのない高揚感がねありましたよね。なんだろうねあの独特の文体と荒々しいストーリーとまあいろんな要素が多分噛み合ったんだろうね、噛み合っちゃったんだろうね絶対にこのシナリオでしか味わえないね、ある種の凄みみたいなものがはっきり生まれてましたもんね。別のも読んでいくと、安明さんの石バトル初めて見たときお腹を抱えて笑ったのをよく覚えています私はいつも夕飯を食べながら見ることが多かったのですが、この時はまさかの展開に持っていた箸を止めて夢中でバトルを見ていましたとまあ全般的に飯食いながら見るもんじゃないのかなっていう気はしますけどね、月こもりはね。でもまあこのシナリオで箸を止める気持ちはわかるかな俺もわかりますね。これはちゃんと見届けねばっていうね、気持ちになったんだろうね多分ね。もう一つ読みます。怖い話ではないが沢野明美、北崎陽子、そして俺の間で激しい戦いが繰り広げられたんだから始まるツッコミどころ満載の話を安明さんが勢いよく話している様を、主人公である陽子ちゃんを含めた親戚たちが一言も発することなく傾聴しているという情景が面白かったので一票投じます。まあそれを言い出したらどの話もそうなんだけどね。まあ特にシュールな感じはするかもしれないよねこの話ね。あとあのお話の内容に細かく言及してくれてるタイプのも読んでいくと、安明さんの3話は選択肢によってかなりストーリーが変わりますが、自分は嵐の中北崎陽子と安明さんが決闘する話が好きです。バトル開始とともに突然出現したフランシュタイ、それに八つ咲きにされる北崎陽子、それをただ見ているだけの安明さんというシーンがとても記憶に残っています。最初に見たルートですよね、これがね衝撃的なねルートでしたよ。あとは、安明さんのことを思う大学時代のサークル仲間武井が安明さんのために10年間北崎陽子を演じ続けるというルートが深く心に刺さりました。北崎陽子が理想の女性像という安明さんの何気ない語りが当時の武井さんに光を与え、その光を信じて北崎陽子を演じていたという武井さんの狂気的なまでに純粋な愛にはなんて不器用でまっすぐなんだと悲しくなってくるような思いを抱きました。最終的に武井さんは安明さんをおそらくかばって風になってしまうのですが、なぜ武井さんは死ななければならなかったのか、石を使った代償なのか、そのあたりの説明がされていればなお良かったかなと思いますと。
あんまり説明はないですよね。俺も欲しいなとは思いましたけどね。まあでも多分安明さんにもわからないっていうねことなんじゃないかなと思うんだよね。ていうか安明さんってわかんないのはいいんだけど、話の終わらせ方がねちょっと言葉足らずなとこがあって、なんか下手なんだよね終わらせ方がね。だから読んでて中盤ぐらいに、あ、この話面白いじゃんって思ってても、読後感っていうか一ルート読み終わった後の印象が良くないっていう問題があって、終わり方次第でねだいぶ印象は変わるんじゃないかなって思うんだけどね。でも実際リアルでも結構ねいますよそういう人なんかね、まあ、スピーチとかちょっとした会議中の発言とかにしろ、内容的にはいいこと言ってても終わらせ方がなんかごちゃごちゃってなって、うーんって空気が残っちゃうみたいなのね、あるんでまあこういうのあるよなっていう感じで、うん、あるあるって受け止めてあげるのがいいのかなって思うんだけどね。なんでノベルゲームでその空気を味わわないといけないんだっていうのは置いといてですけどね、うん、はい、ということで以上8位でした次7位いきます。7位は、僅差ですよね、123票獲得、和子さん6話ですね、6話の方です。まあ皆さんのご想像の通りなのかなと思うんだけど、7話の方もね当然もっと後で出てくるんだけど、6話7話がつながってるタイプだとやっぱ代表して7話の方に票が集まるっていうのはあって、にもかかわらずねこの6話がね10位以内に入ってくるっていうのはなかなかすごいことだよなって。学校あの時もなかったもんね。まあやや層が薄いので相対的にっていうのはもしかしたらあるかもだけど、ただこの6話自体が単体で見てもいいっていうのは確実にあると思うんですよね。このシナリオについてもねメッセージいっぱい来てるんで読んでいきます。七日駅であるおばあちゃんの実体験から始まり、7話につなぐ陽子ちゃんの実体験となるまでの流れがとてもワクワクする。過去から現在そして未来かっこ7話へと話が移っていくのが好きです。おばあちゃんの設定をねちゃんと活かせてる話ってあんまなくて、っていうかむしろこの話のためだけの設定だったんじゃないかなっていうぐらいね、他では使われなかったですよねおばあちゃんね。ゆかり姉さんのシナリオでちょこちょこ出てきたかなぐらいだったよな。もう一個、切ない、誰も悪くなかった、悪意はなかった、お札を落としたのとお母さんの病状は実際は偶然でしかないけれど、それが女の子には必然に見えて呪いとなってしまった悲しさ、祖母の後悔が子供ができる頃には供養食材ではなく呪詛除けの儀式保身という形で現れてしまっている悲しさ、話は引き込まれるし残酷なお参りのキーワードから来る7話へのトスが最高なのでこのシナリオに投票しますと。これね、確かに保身ではあるんだけど、自分の保身ではなくて自分の子孫の保身なんですよね。そこがね、ね。もう一つ読みます。和子おばさん7話ととても迷いましたが、あまりに辛くやりきれない物語を丁寧に語りきり、期待度マックスの状態で7話へとつなげた手腕に強烈な凄みを感じたので、こちらのシナリオに1票です。どうしようもない願いと喪失の話というのはすごく辛いですが、その分深く心に残りますよね。このシナリオに限らず、勝子おばさんの語る別れの話は胸に染み入るような悲しみを感じられるものが多く、どれもとても好きでしたと。これ勝子おばさんの曲もいいんですよね。全般的に勝子おばさんの話に勝子おばさんの曲ってすごくマッチしてるとは思うんですけど、ただ学校あの時もさ、新藤さんの隠しシナリオの時に、あ、新藤さんがこの曲なのってこのシナリオのため
なのかなみたいなのね、思った記憶があるんですけど、同じ感覚を味合わせてくれましたよね、6話と7話はね。いつにも増してすげえテイストに合ってるっていうか、やっぱそういうのをね感じさせてくれると、あ、サウンドノベル楽しいなってね、小説とかではやっぱね曲は流れないですからね、サウンドノベルの真骨頂なのかなって思いますけど。で、7話へのつなぎ方としてもこの6話って結構珍しい気がしていて、感想会やる時が来たらそこについて喋ろっかなって俺思ってたんだけど、まさに言おうと思ってたことを全部言ってくれてる人がいたんで、それを読みますね。学校は含めて最高の6話だと思います。月こもりの舞台の大元となる陽子ちゃんのおばあちゃんの小さい頃のお話、テーマとしては家族愛でしょうか。お母さんを思う赤い靴の女の子、子孫を思うおばあちゃん、そして7話では吉尾と和子おばさんへとつながっていく。その7話への橋渡しとしてこんなにワクワクした6話を紡ぎ出すとは、さすがの和子おばさんと言うべきでしょう。特に最後の1行、いい、まずはね、は6話として完璧な終わり方だと思います。多くの6話は注目を他に移して7話へと続きますが、この話では語り手から注目をそらさないまま7話へとつながります。このワクワク感たまりませんでした。続く7話ももちろん素敵なお話で大好きなのですが、この気持ちは6話にしか出せないものだと思い、6話の方に投票しますと。そうなんですよね、だいたい他の6話の終わり方って、まあ、6話目の語り手が話し終えて、でなんか急にね襖が開いたり、まあ、車のライトが見えたりとか、一体この後何が起こるんだっていう引きで終わるんで、だからその後の展開としてはどうとでもできるわけですよね。ワクワクはもちろんするんだけど、それだけで、だから面白い展開が来るかどうかの保証はないんですよ。一定のワクワクは生まれるんですけど、あくまで一定なんだよね。ただこの話はもう7話で何が行われるかっていうのが、まあ、和子おばさんと残酷なお参りに行くっていうことですけど、この7話の内容を提示した上で終わるんですよね。その形でプレイヤーにちゃんとワクワクを与えるためにはもう内容で勝負するしかないわけですよね。6話単体でお話をやりきりつつ、しっかり7話に向けての土台も作りきって、で綺麗にバトンを渡さないといけなくて、これね相当腕ないとできないことだと思いますよ。でしっかりその内容で勝負して勝ち切ってますからね、この6話はね。学校は含めて最高の6話っていうの俺、同意ですね。すごいことをやってるなって思います、この6話は。あとはこの話メインのルートはもう一本道で、分岐したとしても7話には繋がらない、まあ、バッドエンドっていうね、学校で言うと人形編と同じタイプでしたけど、その別ルートの方へのメッセージもねちょこちょこ来てました。イケメンに育った吉尾と陽子ちゃんが付き合うエンドが好きです。どの話でも吉尾の陽子姉への密かな気持ちが伝わってくるので、このエンドの存在は熱い。バッドエンドだけども、あのイチャイチャエンドねイチャ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 っていう、このゲームは親戚の年上の異性への憧れっていう構図が、まあ、2ライン出てきて、主人公の陽子ちゃんが安明さんに好意を持っているっていうのと同様に、吉尾も、まあ、明らかに陽子ちゃんが好きなわけですよね。ただまあその好意の矢印が向かい合うことはないし、結局それは本当の恋ではないんじゃないかなっていう、まあ、話を作りやすくするためのねキャラ設定なんだろうなって俺最初は思ってたんだけど、意外に吉尾の方は割と公式で押してくる感じがあって、あ、そういう感じなのってちょっと思った部分はあるんですけどね、結ばれちゃったよって思ったよな。でも、このイチャイチャエンド結構人気ありましたよね。喜んでる人多かったですね、メッセージ見ててもね。あとこの話で言うといくつかあったのは、赤い靴の女の子の年齢設定3歳は無理ないって
ていうそこだけちょっと気になりましたっていうのをちらほら見ましたね、うん、そこはね俺も思いましたあれ3歳じゃないといけない理由特にないしね。まあ七五三だったら7歳でも、うん、よかったじゃないかなって思ったけど、まあまあね、幼い子供ということでね、いいんじゃないでしょうか。はい、以上7位の発表でした。じゃあ次6位いこう。6位はですね、131票獲得で、でん、ゆかり姉さんの4話、マザーアンジュですね。これは、個人的にも好きな話だったので、すごい伝わったと思うけど、動画で。思ったより、うん、高いところにね、来てくれて、嬉しかったですね。俺自身は入れてないんだけどね、このシナリオには。また読んでいくと、マザーアンジュが、ゆかり姉さんへの嫉妬に狂う話が好きで1票入れました。バイトと雇い主として良好な関係を築いていたはずなのに、ゆかり姉さんの才能とその評価を目の当たりにし、嫉妬してしまうマザーアンジュが過去の自分を見ているようで、そんなに気にするなよと思いつつ心がチクチクとうずいてしょうがなかったです。ゆかり姉さんに現場を見られ膝を落としたマザーアンジュが何を思ったのか、彼女が使用した呪詛人形はどちらが作ったものなのか、はっきりと描かず想像させるのも悲しくていいなと思いました。誰も悪くない、ただただ脆い人間の心を描いた大好きなお話です。とやっぱこのルートはね、みんな思うところがあるんでしょうね。すげえ長文でちょっとね、いっぱい紹介したいんだけど、いつにも増して俺の方で抜粋してる部分が多めになっちゃうんで、すいませんが読んでいきますね。自分よりできるバイトへの嫉妬というのがマザーアンジュの動機になりますが、自分より年若く役職も下の人が自分よりも優秀という経験は長らく社会人をしていると一度や二度はあるもので、ここはもう分かる分かるよマザーアンジュと首が痛くなるほどうなずかざるを得ません。またただ嫉妬に狂った話というだけではなく、マザーアンジュがゆかり姉さんに送っていたお守りが結果として呪いからゆかり姉さんを守ったという点が最高にエモいことから一票投じさせていただきます。と、うん、やっぱ、まあ、俺もだし視聴者の方もね、まあまあ年齢層高いんでみんなマザーアンジュに感情移入しがちっていう、うん、俺もやっぱこの話最初にやった時に頭に浮かんだ人はいますしね。俺は年下じゃなくて会社のね、まあもう一回りぐらい上のね人いか生々しくなるからやめときますけど、うん、でも自分がどんなに努力しても、あ、絶対この人みたいにはなれないだろうなってなっちゃう人っていますよね。なんかある程度さ、その道で真剣に生きていこうとしたら、他人の才能への嫉妬とか、まあ、自分の才能への絶望とかってあるし、それにはね勝てないですよ。人は負けたまま生きていくしかないから、それでもやってく強さっていうのは必要になってくるんだけど、でもやっていけなくなってしまったマザーアンジュを俺は悪くは言えないですよすごいいいシナリオですよね。短いんだけどね、無駄な部分あんまないっていうか、俺も和子おばさんの隠しにするかこのシナリオにするか、鉄おじさんの1話、大学の登山グループのやつの3つのシナリオで最後の1票をどれにするかっていうのをすごい迷ったんですけどね。また別のを読むと、それまではおそらくそれなりに楽しくやっていたであろうゆかり姉さんとマザーアンジュ、二人の関係は呪詛人形の効果を喜ぶ謎の手紙たちにより破綻してしまいました。牛の国参りをしていたマザーは最終的に自身が作ったお守りにより消えてしまうのですが、私にはそれがゆかり VS マザーではなく光のマザー VS 闇のマザーに見えました。きっとゆかり姉さん本人も言っていたように、
向き不向きがあったのだとは思うのですが、ゆかり姉さんを攻撃するよりも彼女を守りたいと願う気持ちの方がずっと強かったんじゃないかなと、そう思いたいです。嫉妬という誰でも持っているはずの当たり前の感情に支配されたマザーアンジュがどうしようもなく人間で、なんだか泣きたくなるお話ですし、お守りをもらった時のことを思い返すゆかり姉さんのってその時彼女は言ってたっけなという過ぎ去ってしまった日々を懐かしむ、愛おしむような物言いも哀愁を添えていて最高ですと。これもそうなんですよねゆかり姉さんの感じもね、この話すごい良くてね、このシナリオのゆかり姉さんの良さに言及してくれているメッセージもね、結構たくさん来てたんで、そのあたりも読んでみますと、聞き返すたびゆかり姉さんのマザーアンジュに対する死母が節々に感じられて、呪いが跳ね返るという結末がより切なくなってくるシナリオ。最初のマザーアンジュって知ってるという少し得意げな感じや、居づらいのにバイトを長く続けたことや、実はマザーアンジュに何度か悩み相談をしていて、彼女のくれたお守りを今も大切にしている姿、ゆかり姉さんにも頼っていた人がいて今もその人の形見を大事にしているんだというギャップに燃えます。マザーアンジュさえ正気で生きていたならば、ゆかり姉さんの中二病もこんなにこじれなかったのかもしれないですね。もう一つ、実況ではゆかり姉さんの初めての話がこのシナリオということもあり、ゆかり姉さんはちょっとぶっきらぼうでサバサバしているけど心が清くまっすぐな人という印象を持ったのを強く覚えています。まさか後々自分を殺す整理券を作ったり、みんなを悔しいからと道連れ魔人の生贄に捧げるなどなどこんなに破天荒で邪智暴虐な人物像とは思いませんでした。そんな本性が露見していくたびに反比例してこの4話のゆかり姉さんが好きになっていきます。占いブームも落ち着き、まじない人形のせいでギクシャクし始めたにもかかわらず、ゆかり姉さんがバイトを続けていたのは稲葉さんが言ったようにマザーアンジュに恩も感じていたんだろうなと思います。石がお守りから出てしまった時も一瞬だから大丈夫だよねと心配そうにする姿が、ご利益だけではなくマザーアンジュとの思い出まで壊れないか気にしているようでいじらしく見えました。貴重な塩らしいゆかり姉さん萌えで一票と。これはね、なるほどって思いましたよね。やっぱこの話が一周目で、俺もゆかり姉さんはすごい好感度高くてただ後の話でね、どんどん残念な面があらわになっていくから悲しかったんですけどでも反比例させてこの話のゆかり姉さんを好きになっていけばよかったんだなってなんか目から鱗ですねこの考え方すごい好きですね。今後ね、参考にさせてもらおうかなと思いますけどね。この話のゆかり姉さんでずっと言ってほしかったなって俺5、6回言ってるもんな常に言ってる気がするからな。はい、ということで6位の発表以上なんですけど、どうしようかな。やっぱ順位が上になるとメッセージの量も増えていくんで、ちょっと1パート4シナリオってきつくなってきたかもしれない。332でいくか。残り今回ここで1回区切るんで、次543って言って、でラストの1パートで21でいくか。それでいってみようなんとなくそうなるかなとは思ってたんですけどね、最初からね。はい、ということで一旦区切ります。また次のパートでお会いしましょう。さようなら。